こんにちは。教室業を営む先生のための教室業ニュース。本日も3つのニュースが飛び込んでまいりました。1つ目のニュースです。オンライン講座の推進は急遽ではなかった。教室業向けの企業運営コンサルティングを手掛ける高橋貴子氏は、自身のクライアントに対しオンライン講座の開設と運営を推進していることが判明しました。ただし、社会の状況が変わって取ってつけたようにしているわけではなく、数年前から先を見越して進めていたとのことです。はい、先を見通す眼力が物を言うのですね。続いてのニュースです。変わらんしてたら子供が集まった。高橋貴子氏がアルトサックスの練習を川辺で行っていたところ、周りで遊んでいた子供たちが集まってきて聞き入ってしまったとのことです。さながら川辺ライブだったようです。なお、高橋氏は自身が開催するセミナーでもサックスライブを行って参加者を酔わせているとのことです。はい、子供たちは生演奏をタダで聞けて得しましたね。続いてのニュース、速報です。速報が入りました。お伝えいたします。高橋氏のクライアントにインタビューを行った結果が届きました。ただいま届きました。高橋を食べ物に例えると何かという問いに対し、ドリアン、リンゴ、初めて食べた人のウニなどという回答があったとのことです。ドリアンと回答したクライアントによると、癖になってしまう人物だとか、リンゴと回答したクライアントによると、スパッと切れてサクサクしてる、でも蜜が甘いなどと説明しているようです。そして、初めて食べた人のウニと回答したクライアントによると、その意味は想像にお任せしますとのことです。教室業を営む先生のための教室業ニュース、そろそろお時間です。なお、高橋貴子に関して、もっと詳しく知りたい方は高橋貴子で検索すると多くの情報がヒットするようです。ではまたお会いいたしましょう。